幌ドームさん、誰から嫌われてるの？札幌ドームを叩いてる奴ってどんな層なの？11球団には関係ないし、ハムファンの大半は札幌市民やろし、叩くというよりは笑い物にしているのが大半。まあ、一言で言うと因果応報。叩いてる叩かれているというよりも、殺度がやってきたこととその結果をそのまま総評されているだけのことかと。日ハムを叩いてたんだから、叩かれて当然だろ。叩いて良いのは、叩かれる覚悟のあるものだけだ、と何かにも書いてある。というかこれは、叩いて、いるのだろうか？おもちゃで遊んでいるだけでは？道民ではないけど、子供の頃に読んだ金の卵を産む鳥を、開けばもっと金が取れると欲張った飼い主が、かっさばいて金の卵を一切得ることができなくなりましたとさ。で昔話が現実で起こっているのを楽しく見させてもらっている感覚でいる。株式会社、札幌ドーム、だって俺ら何も悪くないもん、勝手に出て行った日ハムが悪い、ってまだ思ってそう。そもそも最初に札幌ドームを設計した人は、あんなペラ芝でプロ野球興行することを想定していたんだろうか？設計段階では日ハムの北海道移転なんて想定してないはずだし、ハムの移転までは想定していないがサッカーだけでは赤字が避けられないのでプロ野球球団を誘致する前提でサッカーと野球が共用できる設計案を募集した人工芝は消耗品だし何を利用するかは管理運営側の話だから設計者は深くは考えていなかったかもしれないが、ペラ芝といっても、名古屋ドームの当時の芝も札幌ドームと同じものを使っていたんですよね。ドーム見学者座談会で札幌ドーム側が見学者からの質問にそう言い訳した翌年に名古屋ドームも無事にロングパイル人工芝に転換してとうとうショートパイル巻き取り人工芝を使ってるのはマジで札幌ドームだけに。他球団の選手に塩まかれるくらいの球場やからな。ここで飛び込んだの？バカじゃないの。こんなクソみたいな環境で試合させられた12球団、高校野球、社会人などみんな怒るだろ。叩くというよりは追放なろうの例えの方が近い。俺、なろうテンプレをバカにするのやめるわ。現実の方がもっと程度がひどい。エスコンフィールド誕生までの経緯を書いたドキュメンタリー本を見てると札幌市側の事情にも踏み込んでいてなかなか面白い。市長本人は殺度残留の線は早々に見切りをつけていたが市議会や地元経済界は殺度残留を前提として介入しようとしてくるから議論が堂々巡りになって前に進まなかったとか。やっとこさ候補地を決めても地権者はいい顔せずやインフラの沿線住民からは反対意見も根強い。さらにそこへ環境保護団体も出てきて意見集約しようがなかったとか大都市ゆえのしがらみってのは厄介だね。結局その事態を招いたのは何か変だなおじさんが率いる札幌ドーム株式会社の殿様商売姿勢なのは間違いないけども。移転報道が出た時の市長の第一声が日ハム引き止めのための料金値下げなんて考えてません。だったから市長は引き止める気はあまりなかったというのはわかるがそれで今後どうやって採算取れると思っていたんだろうか？マジで移転直後の記者会見で言っていたように日ハムがいなくなればセリーグ誘致とかヤクルト準フランチャイズとかやりたい放題できると能天気なことを考えていたんだろうか？球場の賃借料で球団の首が回らなくなりつつある状況を、他球団ファンが怒らないわけないんだよ。経営悪化で近鉄を失っているから余計に、だ。納税者を舐めている地方自治体に対する一般的な怒りでしょうよ。移転構想発表した当初は道内のメディアも裏事情を少なからずとも出し始めたが間もなく観光令並みに何にも出なくなったな。札幌市民だけじゃなく道内のファンすらあまり知らない使用料や負担関係の負担が知れ渡り始めると流れが変わったっけな。日ハムファンが札幌ドームの近くにマンションを買ったり店を開いたのに日ハムを追い出した札幌市長、五輪招致に力を注ぎ除雪排泄をないがしろにした罪は重い。逆に、札幌ドームを擁護してる奴って誰なの？札幌ドームの関係者しかいないやろ。コンササポがあると言いたいがコンササポも広い意味では札幌ドーム関係者か。札幌ドームを褒めちぎってるのはマジでコンササポぐらいしかいないだろ。そのコンサも札幌ドーム出ていきたいのが本音らしいし。経緯を見たら叩かれて当然じゃね？逆に擁護する奴の方が頭おかしい。これが民間企業ならまだしも第三セクターなんだぜ。下手すや税金が投入されかねないのに当事者たちが楽観視してるのを見てたらそりゃ叩きたくもなるだろ。もうすでに税金は投入されてるのでは？名目上補助金やら何やらの体裁で、これこそ本当に身から出た詐欺状態でないかな。自分たちが関わっている機関乗り切ればあとは地位いらない。お気楽にやっていたから。プロ野球ファンでも日ハムファンでもないが、そんな人にすら伝わってくる札幌ドームや札幌市の銭ゲバ搾取がひどすぎて、札幌ドーム自業自得ざまーと思わせるレベルの末路を見せつけてくれた。昔話に出てきそうな行い、札幌市長の無能っぷりはひどいもんな。札幌市役所の天下り先で、高額な退職金を捻出しないといけんから大変だな。頑張れ札幌市民。札幌市民はあの市長選んでる時点でグルみたいなもんだからな。共産党は嫌だからってやりたい放題の市長を信任したのは札幌市民の皆さんだよね。自業自得は市やドーム社ではなく市民なんだな。ハムもドームも興味ない秋元のあのニヤケ面とドーム社長の上からインタビュー見て潰れればいいのにと思ってる。叩くというよりも、市長も第三セクターも間抜けだなぁと笑われているんだと思いますよ。
なぜ天下りという仕組みがダメなのかがこれ以上なくわかりやすい教材として数百年経った後も語り継がれてそう。札幌や北海道が地方交付税をもらっている以上、全納税者から叩かれるさ。札幌ドーム関係者、コンサドーレ札幌以外の全国民だろ。誰一人、叩いてないと思います。事実を述べてるだけです。何か、変だな。反省できる無能には優しいけど反省できない無能に社会は厳しいよ。しかもそれが社会イコール役人と勘違いしてそうな無駄がねくらい相手ならなおさらでしょ。叩いてなんて誰もいないよ。来年から黒字化できるんだろ。今年度の赤字は予定通り、来年度からの黒字予定は机上の空論。起死回生のはずの札幌五輪が消滅しても、始めてしまった箱物作りは止まらない。市民税増税すればなんとかなるさ。もう解体してくれ。別に解体なんかしなくても2、3年放置してや雪の重みで潰れるんちゃう？解体費用ももったいないよ。さあ、日ハム移転により札幌ドームへの辛辣な意見も多く寄せられているようですが、大幅赤字が確実と見られる昨年の札幌ドームの対応でより批判が強まったのではないでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。